はい、皆さんこんにちは。今回はね、10月31日のハロウィンの日に京王線で起きたね、殺傷事件についてお話ししていきたいと思います。で、その前にね、私はコロナのワクチン2回目の接種が完了したんですけど、皆さんはいかがでしょうか？で、まあ、私の場合ね、集団接種だったので、会場の様子はね、こんな感じでした。皆さんこんにちは。今回ワクチン2回目ですね。2回目で、中にはね、副反応で会場内で寝込んでる人もいたんですけど、幸い私はね、微熱が出た程度で副反応はありませんでした。で、今後ね、変異種に対する対策としてね、中和抗体を増やすために3回目の接種もね、行うそうなんですよね。で、まあ、ワクチンっていうのはね、強制ではありませんので、打ちたくない人は打たなくてもいいのですが、今の世の中ね、打たない人は結構生きづらい雰囲気ですよね。特にね、同調圧力の強い日本だとそういう傾向がある気がします。社会的にはね、ワクチンを打てといったね、同調圧力がすごい中で、打ちたくても体質的には打てないという人もいるので、そういう人に対してはね、いろいろと配慮してあげるべきだと思います。ということでね、今回話したいのは10月31日のハロウィンの日に京王線内で起きた殺傷事件についてスライドでお話していきます。こちらになります。はい。で、今回話したいのはね、こちらになります。まずね、京王線で起きた殺傷事件について、で、今回の事件に対する私の考えで、犯人の信用分析で、人生うまくいかなくても人殺しをせずに生きてる人もいるという主張について、で、大抵の場合世間不適合者は自分に素直なんだけで、最後にね、戦争や犯罪に対する私の考えということをお話しします。で、10月31日の午後8時頃にね、京王線の車内で乗客の男女17人が刃物で切りつけられるなどして重軽傷を負ったという事件が発生しました。で、今回の事件に対する私の考えなんですけど、まあ、小田急線の模倣犯なんですよね。で、小田急線の事件も今回のやつもそうですが、自分の人生がうまくいかないから人に危害を加えて憂さ晴らしをしてる感じですよね。で、まあ、今回のやつはね、仕事見つからなくて転々として、まあ、要は自分の人生がうまくいかないから人を殺して死刑になりたいという犯人の考えはね、東海道新幹線殺傷事件の小島被告や秋葉原のね、加藤被告みたいな感じですよね。で、私は思うんですけど、不謹慎ですし、犯人をかばってるわけでもないんですが、なんかね、犯人の気持ちが半分ぐらいわかる気がするんですよね。っていうのはね、まあ、この世に産み落とされて、どんなに苦しくても生きるしかなくて、自暴自棄になってやってしまったんだと思うんですよね。で、まあ現実問題としてね、まあ生きるのに向いてないっていう人はいると思うんですよね。で、まあそういう人がね、仕事もなくなってね、お金もなくなればね、普通はね、自暴自棄になりますよね。まあ私はね、自殺したい派なんですけど、まあ人によってはね、他殺になるんですよね。で、まあよく言われてるのはね、日本人は自殺したい派が多いんですけど、これはね、まあ内向的か外向的かの違いなんですよね。アメリカとかブラジルとかそういう諸外国では結構外向的な人が多いので、外向的な人であればね、外に対して殺意が向くんですけど、日本人みたいな外向的な民族は内側に、つまり自分側に殺意が向くので自殺になるんですよね。はい。で、犯人の真意を分析ってことなんですけど、まあ今回の犯人はね、仕事や人間関係がうまくいかず、6月から無職で転々としていたとあるので、おそらく世間に対する怒りだと私は思っております。要はね、自分のことを受け入れてくれない世間が恨めしいので無差別に殺傷したんだと思うんですよね。で、まあ不謹慎ですけど、気持ちはわかるんですけど、まあ、無関係のね、他人を殺傷したところで何も解決しないだろうし、暴力に対してはね、憎しみしか生まないので、結局悪循環なんですよね。ただね、まあ、犯人としてはね、気持ちがね、すっきりしたんだろうと思うんですけどね。要は死刑になること前提なので、死ぬ前にね、世間いわゆる他人を殺傷してすっきりしてから死にたかったんだと思うんですよね。はい。で、まあ、人生うまくいかなくても人殺しをせずに生きていける人もいるという主張についてっていうことなんですけど、まあ、多くの人はね、人生うまくいかない時があるんでしょうけど、人を殺傷せずに生きてるじゃないかっていったね、主張もあるんでしょうけど、今回の犯人の場合はね、うまくいかない原因が世間にあったのだと思ってるから人を殺傷したんだと思うんですよね。で、まあそんなこと言ったらね、世間に不適合のお前自身に問題があるんだから世間に受け入れられないんじゃないかって言ったね、主張もあるんでしょうけど、世間って何なのかっていうのがね、私自身もいまいちよくわからない、ピンときてないんですよね。なので私も多分社会不適合者なんだと思うんですよね。で、まあ私が思う社会適合者とはということなんですけど、まあ、おそらくね、会社というか組織で立ち回りをうまくするために上司に迎合しまくって、客先にペコペコしまくって、同僚や近所にもニコニコしまくって、いつもイエスマンで、外ではね、人と同じことしかせず人と違うことはしないで、無個性でいつも人目を気にしてみたいな人だと思うんですよね。で、こんな人生のどこが楽しいんだ、ロボットじゃあるまいし苦しいだけじゃないかって私は思ってしまうんですよね。まあ多分多くの人はこういう風にしないと生きられないので、まあ仕方なくね、苦しくてもこういう風に振る舞ってるんでしょうけど、あるがままに振る舞って世間から冷遇されても、今回の犯人のように社会から阻害されてしまうなら、どっちにしても人生って苦しいよねって思いますよね。はい。で、大抵の場合ね、世間不適合者は自分に素直なだけってことなんですけど、まあ、あるがままに自分に素直に生きると世間から冷遇され、
世間適合者として世間に従って生きると自分が苦しくなるってことがあります。特に集団主義でね、同調圧力の強い日本ではこの傾向が強いんですよね。でつまり自分に素直に生きることと世間適合者とみなされることっていうのはトレードオフだと思うんですよね。で別にね、世間適合者と見られなくても、まあ、ホリエモンみたいにね、生きていけるだけの図太さと頭脳と財力があれば別でしょうけど、大抵の人はね、生きていけなくなる気がするんですよね。なので世間適合者として振る舞うべきだというのが多くの人の意見なんでしょうけど、世間適合者として振る舞うということは自分の人生を生きているとは言えないんですよね。まあ世間適合者として振る舞うことイコール自分に素直に生きていることだという人は別なんでしょうけどね。要は人は自分に素直に生きるのがより人間的な生き方と言えるんですよね。はい。で戦争や犯罪に対する私の考えなんですけど、そもそもね、なんで人を殺傷するのが悪いのかってことがあると思うんですよね。しかもそれが誰にとって悪いのか、人にとって悪いのか、地球にとって悪いのか、動植物にとって悪いのかっていう疑問もありますよね。でそもそもね、法律なんて人間が作ったものに過ぎないので、人間主体でね、この地球が動いてると思ってる人が多いんでしょうけど、その考えはね、かなり浅はかなんですよね。だって地球が滅んだら人間の居場所ってないんですよね。で、まあよくね、火星に住めるとか言ってますけど、重力も低いので地に足がつかなくて筋肉が弱っちゃいますし、十分な大気もないので、まあ、息もできないだろうし、太陽からのね、紫外線などを直に浴びちゃうので、現状ね、人は住めないんですよね。で、科学者もね、このように言ってます。なので、まずね、地球に対して我々人間、特に幸せな人はね、感謝すべきなんですよね。だから地球様々なんですよね。まずここだと思うんですよね、人間がすべきことは。なので、私的にはね、なんで人を殺傷してはいけないのかが正直しっくりきていません。そもそもなんで法律を犯してはいけないのかもしっくりきていません。で、まあ社会のルールがね、そうなってるからと言われればそうなんでしょうけど、なんかしっくりこないんですよね。で、強いて言えばね、地球のためである。これがね、私が一番納得できる回答なんですよね。で、まあ法律だって人殺しだって人が人に定めている。またはね、人が人を傷つけるものに過ぎないし、地球というか宇宙視点で見たらね、小さいんですよね、スケールはね。宇宙視点で見たら人間の悩みなんてちっぽけすぎるほど小さいんですよね。で、まあ戦争だってね、所詮愚かな人類が傷つけ合ってるだけなんですよね。で、地球様から見たらね、この地球に住まわせてやってることに感謝もせずに、戦争だの犯罪だの大気汚染だので、地球をね、乱しやがって、地球がね、超新星爆発かなんかで滅んだらお前ら一瞬だぞって気分だと思うんですよね。要は人間はね、地球に住まわせてもらってるに過ぎないくせに、身勝手なんですよね。まあ戦争だなんだかんだ身の程知らずのチンピラと一緒ですよね。なのでそこら辺の動植物は地球のというか天然のものなので、人間より地球にとっては有益なんですよね。でまあアパートだってマンションだって大家さんが出ていけって言えば基本的に出ていかないとならないんですけど、地球はね何も言わずにね無償で人を住まわせてくれてるんですよね。なので本当に感謝すべきなんですよね。でまあ戦争や犯罪はね、いわばその住まわせてもらってる場所を乱す行為なので、地球にとっては極めて失礼なんですよね。でこういうこともあってね、私が反出生主義、人を乱すことに反対っていうのもあります。人は地球には有害であるし、苦しんで地球を害しながら生きるならね、初めから産まない方がいいんですよね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは今苦しんでる方や死にたいと思っている方に向けて動画配信をしております。当チャンネルに少しでも共感をいただけた方がいたら、高評価やコメントやチャンネル登録をお願いします。